最初の江頭さんの名言なんで、ちょっと本当に言ったかどうか教えてください。生まれた時から目の見えない人に空の青さを伝える時、なんて言えばいいんだ。こんな簡単なことさえ言葉にできない俺は芸人失格だよ。いい言葉ですけど、めちゃくちゃかっこいい言葉ですけど、これは本当でしょうか、嘘でしょうか。ちょっといらっしゃった今、ブーって言いながらティンポーンってなっちゃった。これは嘘。これ、こんなこと俺言うわけないじゃん。そうなんすか。なんでこんなかっこいい言葉が生まれたんですかね。俺ちょっと思うけど、やっぱりネットの世界ってギャップを楽しんでると思うんだよね。はいはいはい。言わなそうなことを俺が言ったっていうと、はい、あ、レガちゃんなら言いそうだなとか、はいはいはい、そんな恥ずかしいこと俺が言うわけねえだろ。じゃあちょっと、じゃあ次の名言いきます。目の前で悲しんでいる人を見つけたら何とかして笑わせたい。そのためなら警察に捕まってもいい、寿命が縮まってもいい。おお、これやったんですか。これは言ったと思うね。結構かっこいいこと言うんですね。結構俺かっこいいよ。どんな、逆にどんな顔して言ったんですか。いや、真面目な顔をして言ったんだよ。何時に言ったんですかね。どういう時、ライブかなんかとか。そうですね。その時の、行った時の雰囲気で言ってもらっていいですか。目の前で悲しんでる人を見つけたら何とかして笑わしたい。そのために警察に捕まってもいい、寿命が縮まってもいい。そんなテンションで言ったんですか。いやそんなテンションで言ったんですか。これでもそれは俳優しか言っちゃいけないやつ。じゃあいきます。これをやったら次回出られなくなるんじゃないかなんて考えないようにしている。人間いつ死ぬかわからないから、その時の全てを出し切りたいんだ。俺はいつ死ぬかわからないし、見てくれる人だっていつ死ぬかわからない。視聴者が最後に見た絵頭が手抜けの絵頭だったら申し訳ないだろう。これはどっちでしょうか。じゃ違うんですか。これに近いことは言ったけどね、手抜きの俺だったら。あ、近いことは言ってたんですか。近いことは言ってた。じゃあけど、丸といえば丸なんですね。丸といえばこっちだね。ああ、なるほど。これは言いましたか。言ったと思う。あ、これちょっと膨らまされてるけど、PP とかで言ったと思う。あ、そうなんですね。これはやっぱそういう気持ちがあるんですか。そうだね。やっぱ手抜きしちゃダメでしょ。というか、俺が手抜きしたら、あと何にもないよ。全力でやるのが江頭さん。そう。じゃあどの辺が嘘なんですかね。これをやったら次回出られなくなるんじゃないかなって考えないようにしている、これは本当ですか。おお。人間いつ死ぬかわからないから、その時の全てを出し切りたいんだ。いや、そこはちょっとカッコつけてんだ。ちょっと、やっぱ視聴者はね、ちょっとカッコつけるんだよ。ちょっと膨らますんだよね。前半、これあったんですね。これをやったら次回出られなくなるんじゃないかなんて考えないようにしているは、言った。あった。で、あと最後の、視聴者が最後に見た絵頭が、手抜きの絵頭だったら申し訳ないだろう。そこまでは言った。うん。で、間がちょっと膨らまされてるんですね。そう。なるほど。まあ実際にそう思ってる。はい。なるほど。じゃあちょっと、じゃあ次の名言。いきます。街中で、俺に中指立ててる奴がいたら、俺は、I love you って言ってやる。俺ってそういう男。どっちですか。どっちですか。そんなの言うわけない。それ何それ。それすげえなんかどっちの聞いたおっさんじゃない。これなんでどっから出てきたんですかね、これは。これも結構いろんなところで、これを江頭の名言みたいな感じで出てましたけど。いや、正直な話言うね、はい。そういうね、名言が俺多いから、はい、深い話から、これ江頭さんが本当に言ったんですかっていう取材が来たんだよ。で、全部言ってないって俺言った。で、深い話の話も、うん、なくなった。いや、言ったって言えばよかったんだけど。じゃあちょっと次行きます。俺さ、
恥ずかしくて自分の番組は全く見ないんだよ。だからどこが P になってるか全然わからないんだよな。おお。ああ、これはねー。これはそうなんですか、実際。これってすごい恥ずかしがり屋なんだよ。自分で見たことないんだよ、自分のテレビ。あ、そうなんですか。じゃあ、めちゃイケとか、ブスマとかも。うん。あ、ブスマね。はい、ね。ブスマ、時々見た。ブスマ、時々見た。うん。アメトークとか。アメトークも、受けてる時にはね。あ、収録行って受けたなって思った時は、うん。見て、ちょっと滑ったなっていう時は。ほんとね、正直な話言うと、俺、満足度が低いから、はい。すっごい、受けたなーっていう時しか酒、いい酒飲めないんだよ。で、今日はちょっと失敗したなっていう時は、どうするんですか？もう、深酒だよね。飲んでんじゃん。ちょっと、飲んでんじゃん。じゃあちょっと次行きますね。まだあんの？いっぱいあります。気持ち悪いって言われることには慣れたけど、たまに死ねって言われるんだ。俺は言ってやりたいよ。こんな人生、死んだも同然だってね。言ってないですか？言ってないですね。言ってないですか？これは今日たまに死ねって言われてみたいなのないんですか？そんなやついたら俺どっちに来たらいいんだよ。さん街中でなんかイカシャーみたいな言われたりはしないんですか？うん、あ、時々絡まれたりはしますね。あ、絡まれます？絡まれるっていうか、うん、一番なんか言われて傷ついたのってあります？ムカついたのとか。お前作ってるだろって言われた。本当は真面目だろ。本当は真面目だろ。なんて返したんですか、その時は。真面目じゃなきゃお笑いやれないんだよねって。真面目に返したんですね。やっぱ真面目じゃなきゃやれないよ、この商売。まあそうですよね。うん。確かに。意外と真面目な人多いぜ、お笑い。そうですよね。いきます。はい。最初の名言です。はい。俺のライブに来てる奴らの顔を見ると、結婚がおろか、恋愛もまともにできないんじゃないかっていうような奴らばかり。だけど、俺はそういう奴らのためにこそ、お笑いをやりたい。かっこいい！めちゃくちゃかっこいいですね。さあ、この名言は、本当でしょうか？嘘でしょうか？うわぁ！気持ち悪い！ごめん！いや、俺のファンってそういうやつばっかりなんだよ。ごめんなさい。言っちゃいましたか。言った。これはどこのタイミングで、どういうところで言ったんですか、これは。これは、俺の多分ライブで言ったと思う。ああ、もうじゃあそのライブに来てる人たちに向かって、うん、お客さんに向かって言ったんですね。これやっぱりそういう思いがあるんですか。そう。これはもう本当に、俺のライブに来たらいいよ。すごいいいやつばっかりだから。ほんと、頭、ちょっとね、ちょっと、とにかく、俺のファンって、モテないやつが多いんですよ。だから、その時に言いました。まあやっぱそういう人たちのために、やっぱり、やりたいっていう思いがやっぱ強いですか？やっぱり、江頭さん、やっぱ芸人になった、やっぱ理由っていうのはそういうところがあるんですかね？そうですね。俺自身もモテなかったし、ちょっと芸人になってなかったらもう精神的に危なかったから、うん、うん、だから逆側だよね、言われる立場の方、恋愛すらできない、うんうんうん、だからそういう人たちのためにやってるね。ああ、なるほど。はい。じゃあちょっと次はちょっと名言とは違うんですけど、はい、ネットにあった伝説、伝説、はい、はい、についてちょっと、はい、お聞きします。本当こそか、うん、教えてください。江頭は若手の頃、借金取りから逃れるため、アパートの床下からトンネルを掘って庭から逃げ出した。こちらは本当でしょうか、嘘でしょうか。当たり。これ本当なんですか。本当。あ、これ結構昔ですか。そうだね、結構前。まだテレビに出始める前ぐらいとか。いや、出てるんだけど、はい、テリーさんの朝ヤンの頃。朝ヤンのギャラって1万5000円だったんだよ。一本。一本。テリーさんから騙されてたんだよ。その時いくらぐらい借金あったんですか？350万。
何で作った借金だったんですか？350万。バイトはしないって決めてたんだよね。浅草キッドの玉袋筋太郎さんから、はいはいはい、あの、バイトはするなって言われてたんだよね。格好悪いから。ああ、その芸人さんのお仕事で食べなさいと。うん、はい。はいはい。そしたらじゃあ普通に生活していくだけで借金が出てきてったっていう感じなんですか？うん。そんで、竹内が来た。で、借金取り来て、どうしたんですか？コンコンコン、江頭いるの分かってんだぞって言われた時に、はい、総裁から、はい、畳の下に部屋を作ればいいんじゃないかって総裁が言った。あ、そうなんですか？うん。もともと下が空いてたんですか？マンション。いや、板を全部引き抜いて、引き抜いて、で、畳を乗せて、はい、そしたら、うん。大家がうるさいから、あ、江頭さんですね、合鍵を持ってガチャって入ってきて。入ってきたんですか、中。そう。借金取りの人が。そう。けど、畳の下にいるじゃないですか。うん。で、上に借金取りの人いて、じゃあ足音とか聞こえるんですか？いや、そこに座ってるのがわかる。へぇー、うん。で、全然出ていかないんですか？出ていかない。それだとずーっといるじゃん、借金取りが。畳の上に。あ、もう居座っちゃうんですよ。うん。だから、トンネルを掘って、庭に逃げる道を作ったんだよ。すごいですね。うん、でもそれ逃げてとか。逃げて。じゃあ本当だったんですね。うん。わかりました。じゃあちょっと続いて。はい。こちら名言です。俺にもし子供がいたとして、その子が風邪で寝込んだら、俺が寝ちゃいけいかないぜ。だから結婚はしない。言ってない。じゃあこれは作られた。ただテリーさんに言われたのが、はい、エガちゃんがもし子供ができたら、はい、もう次に差別されるだろうなって。お子さんが。ちなみにエガちゃんさん、結婚願望とか子供が欲しいとかそういうのってあったりするんですか？子供好きなんだよ。まあ、結婚というよりも子供が欲しいみたいな気持ちは。そう。ああ、そうなんですね。わかりました。じゃあちょっと続いて、うん、伝説に参ります。はい。伝説本当ですか。はい。若い頃パブでモテようとして、江頭はバイアグラを普通の人は1錠を水で飲む、俺は伏見だ5錠をヘネシーで飲むと飲み干すと、そのままそっと押して救急車で運ばれた。そんなことあるわけないじゃん。これは本当だった。これは本当。バイアグラを5錠。5錠。ヘネシーで一気飲むする。お酒で飲んじゃいけないやつですもんね、そう。これなんで5錠飲んじゃったんですか？あのね、俺、キャバクラに一人で行ったんだよ。あ、一人だったんですか？うん。はい、そんで、はい、俺バイアグラ持ってんだって言ったら、はい、みんな、キャーって女の子が。はいはいはい。バイアグラその頃すごい有名だったから、はいはいはい、食いついてきたんだけど、これ俺が持ててんじゃなくてバイアグラが持ててんだと思ったんだよ。そうです、ね。うん、はい。だから、はい、ちょっと待て、俺は不死身だって、はい。このバイアグラで5錠飲むって言って、はい、伝説を残してやるって言って飲んじゃったんだよ。モテたくて。モテたくて。そしたらどうなったんですか？そしたら血の気がバーッと引いて倒れて救急車で運ばれた。じゃあもう気づいたら病院みたいな。病院だった。その後大丈夫だったんですか？大丈夫だった。大丈夫だった。うん。これそれによってなんか厚生労働省にバイアグラの認可が遅れたっていう噂もあるんですか？マジや。あ、それは知らなかった。